一方の今治は右、白を基調としたユニフォームです。鳥取はここ5戦で2勝1分け2敗。対応前にボールを出す。さあ重松この位置でボールをもらった。さあ右牛の浜走らせる。後ろからは田中が追いかけてくる。そしてその重松がゴール中央。さあ牛の浜仕掛けて田中オーバーラップ。その田中からクロスが上がる。重松を目がけてのシュート、決めた重松だ。前半の2分、まず先制点を取ったのはガイナール鳥取。19番ワントップ重松健太郎、今シーズン7点目。いったのはガイナーレ。この右からの崩し、田中のクロスに合わせたのは最後重松でした。今シーズン7点目、復帰した田中から素晴らしいボール重松に行きました。最後完璧にヘディングに合わせた先制点、重松今シーズン7点目。さあ富樫が前を向いた。右牛の浜走らせる。中央にはまた重松がいるが、折り返した、中に切り込んでいくぞ。最後ラストパス、重松のシュート。しかしゴールキーパーセランテスがよく防いだ。 FC 今治にとってはすごく難しい場面でしたが、このシーンです。牛の浜がかわして、最後重松へというところ、最後は左足一本よく防ぎましたセランテス。さあ右の田中、重松この位置、右裏牛の浜、中央富樫、逆サイドには小沢もいる。直接というようなボールにも見えました。牛の浜拓、土肥から右、ビニシウスを使ってくる選択。中央には99番、坂野、18番荒井光もいる。カットインからのシュートもあるが、持ち込んで、まだ持ち込んでのシュート、糸原の正面、ちょっと滑ったでしょうか。重松、さあ田中、牛の浜前にいるが、速いクロス重松、胸で落とした、上げた、逆サイド小沢がいる、落としたところ、富樫まだある、もう一度クリアをする今治。ただもう一度ガイナーレ。前半の同点のシーンは桜内からのロングスロー。さあロングスローが中に入る。ここから右足を振り抜いた、3番桜内の豪快なミドル。しかし防いだのはこのシーンです。さあここですね、最後右足、難しいシュート。このまま行けば右足振り抜くか。さあ重松、重松直接狙ってくるボールでした。強烈なシュート、なんとかかき出してコインがボールを収めますが、2人がかりボールを奪った。今治、土肥から前へ、坂のボールを収めた。さあこの位置打った、糸原よく抑えた。さあ重松前を向いた、後ろから近藤、ただファウルはない。さあこの位置から振り抜いた、しかしポスト右、最後打っていったのは牛の浜拓。富樫、重松が近くにいるが、せせなんとか拾った。田中、田中が前を向く、田中が振り抜いた、決めた。後半16分、田
決めてみせた舛本監督もこの表情、今季3点目。振り返ります、ここ瀬瀬がよく残した、田中ゴールを抜く、そして振り抜く、突き刺さったこのゴール。いやー、この前の弾丸ライナー彷彿させるような、今日もスーパーゴール見せました、ゴラッソ。田中圭太の得点で2対1。吉井の対応、しかしボールを奪ったのは今治、50番三角から、さあそのラルフへ渡った、折り返すシュート、ここもさあ小沢ボールを持つ、前に行く、仕掛ける、まだある、まだボールを持って、この位置から吉野浜、鈴木、さあビニシウスから中央、中に入った、頭でクリア、まだある、アラウジョが直接狙ったようなボール、これも糸原、ここは奪われない、マルクス・ビニシウス、さあ前を向く、さあラルフセウトゲースに来た、乗り返すところ、足を出す、まだある、うわー、かき出していったガイナール、今日は本当に大活躍。ここ、まずはディフェンスリーダー増谷が書き出した後でした。よっしゃ